Wi-Fi ルーター多すぎ。一体どれ買えばいいの？そんな疑問にお答えすべく、今回も調べてきました。最適なルーターはその性能に目が行きがちですが、使うユーザーの回線契約内容や使用環境によるところも大きいです。本動画では自分にはどんなルーターが合っているのか、その理由も合わせて解説していきますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではどうぞ。皆さんは Wi-Fi ルーターを新しいもの、あるいは価格が高いものに買い替えれば必ず電波が遠くまで飛び、通信も速くなると思っていませんか？それは残念ながら正しくありません。電波の飛ぶ範囲も電波法で出力上限が定められていますので、外部アンテナでも内蔵アンテナでも大きくは変わりません。ちなみに 5GHz 帯の電波は屋外での使用は禁じられています。これは GPS 衛星や航空無線などの公共電波と干渉してしまうからです。通信が速くなるかについては家の通信環境次第で、例えば大元の回線が遅かった場合はルーターだけ速くしてもほぼ意味がないのです。そのため回線を速くするにはルーターの性能に目が行きがちですが、使用環境についても正しい知識が必要となります。この知識の部分を詳しく説明すると、とても動画1本には収まりそうになかったので、今回は本当に必要な情報だけをピックアップし、ぎゅっと圧縮して解説していきます。難しい話は眠くなっちゃうよって方も、ここは頑張ってついてきていただけると嬉しいです。皆さんのインターネット環境はざっくり次のような構成となっている方が多いのではないでしょうか。家の中までインターネット回線が引かれており、通信会社からレンタルした回線集団装置を置き、そこにルーターを LAN ケーブルで接続。ルーターとスマホや PC などの端末を無線接続するといった具合です。さて、速度を語るにあたり切っても切れない話。それはインターネット通信方式です。インターネットの通信方式は PPPoE 方式というものが主流でした。この通信方式は多くのユーザーを抱える NTT フレッツ光系の回線で、現在大変混雑しており、朝や昼はサクサク通信できるのに夜はなんだか切断される、遅いなぁと感じる場合はこの通信方式を利用していることが原因である可能性が高いです。なお、フレッツ光系の回線を使用しているサービスが該当しますので、ご覧のようにドコモ光やビッグローブ光なども含まれます。そこで新しく出てきた通信方式が IPoE 方式というもので、こちらは PPPoE のような混雑はその仕組み上発生しません。ですので IPoE 方式で通信する方が良いですが、通信方式を IPoE 方式とするだけでは十分ではありません。それは今インターネットの世界は IPv4 と IPv6 の2種類があり、これらが混在しているからです。 IPv4 の世界は爆発的なインターネット接続の普及によりパンク寸前となっており、IPv4 よりもはるかに広い世界である IPv6 へ移行してきていますが、それでもまだ IPv4 は多いです。具体例で言うと、YouTube や Netflix は IPv6、Yahoo 検索などは IPv4 です。また、この世界は相互通信不可能です。さて、それが何か問題なの？って思った方も多いかもしれません。実は、PPPoE 方式は両方の世界と通信できますが、先ほどお勧めした IPoE 方式は IPv6 の世界としか通信できないことが問題なのです。するとどうなるか。IPv6 通信は速い IPoE 方式で、IPv4 通信は混雑しがちな PPPoE 方式で通信となります。まだまだ IPv4 のサイトは多いわけで、IPv6 だけ速くなってもあまり嬉しくないですね。そこで登場したのが IPv4 を IPv6 のパケットに載せる技術 IPv4 over IPv6 方式です。これならば IPv4、IPv6 の世界どちらにアクセスするにも IPoE 方式でアクセスできます。なので今フレッツ光回線をお使いの方で時間帯によって通信が遅いということであれば、少なくともこの IPv4 over IPv6 方式に対応したルーターを買うのが最もおすすめです。なお、フレッツ光回線を使用していない au 光やニューロ光の回線をお使いの方は、回線が混雑していませんので、IPv4 over IPv6 方式に対応している必要はありません。お使いの回線によってこのような差がありますので注意してみてください。なるほど、わかった。それじゃあうちはビッグローブ光だったんで、対応してるやつちょっくら買いに行ってくるわ。ちょっと待ってください。まだ注意すべきことがあるんです。実はこの IPv4 over IPv6、プロバイダーによって対応が不可であったり、対応していてもサービス名がいろいろあったりします。プロバイダーとは、回線をインターネットとつなげる役割を担う接続事業者のことです。皆さんもインターネットに接続しているのであれば、必ず契約しているはずです。こちらをご覧ください。これは IPv4 over IPv6 の通信サービス名と対応するプロバイダーの一例です。実はこんなにたくさんサービス名称があるんですね。これらのサービスにどのルーターが対応しているか、各社のホームページでこのように確認できますので、必ず確認してから選ぶ必要があります。対応していないものを選ぶと IPv4 over IPv6 は利用できないので注意です。なお、通信会社からレンタルする回線終端装置にIPv4 over IPv6 方式のルーター機能が内蔵されている時もあります。多くの場合、光電話に加入しているとついてきますので、気になる方は通信会社へ確認しても良いでしょう。この場合、ルーターが IPv4 over IPv6 に対応していなくても問題ありません。さて、ここまでがルーターを選ぶにあたり注意すべき使用環境の説明です。自分の使用している回線はフレッツ光回線なのかどうか、 IPv4 over IPv6 対応ルーターを選ぶ際は、プロバイダーのサービスを確認し、対応しているルーターを選ぶようにしましょう。なお、 IPv4 や IPv6 が何の通信方式で接続されているか確認したい場合は、各プロバイダーが接続確認ページを用意していることもありますし、それ以外でも接続確認サイトもあるので、そちらで確認してみてください。それでは次にルーター単体の機能解説をしていきます。まずは Wi-Fi 6 です。これは無線通信の規格名称です。IEEE802.11AX とも言います。1個前の規格は Wi-Fi 5。または IEEE802.11AC といい、末尾が異なります。現在は主にこの2つの製品が市場に出回っていますが、大きな違いは最大通信速度と対応周波数帯域です。最大通信速度は理論値で Wi-Fi5 の約 1.4 倍の速度を誇ります。実際の速度はもっと何倍も違うと言われています。基本的に速ければ速いほどもちろん良いのですが、実際にこの速度を活かすには、ルーターだけが Wi-Fi6 に対応するだけではなく、通信する子機も Wi-Fi6 に対応している必要があります。対応している端末というと、iPhone 11シリーズなどの最近のスマホや PC、PS5 が該当しますが、まだ対応している製品は少ないかなという印象です。なお、Wi-Fi6 は介護感のある規格ですので、子機が Wi-Fi6 に対応していなくても通信可能です。また、無線区間だけが速くなったとしても、大元の回線はどうなっているかによっては、恩恵はあまり得られない可能性があります。大元の回線速度というのは、例えばフレッツ光でいうと、このように 10Gbps から 100Mbps と、プランによって100倍速度が違います。いくらギガ帯域の高速ルーターを使用しても、プラン自体が 100Mbps であったりすると、最大 100Mbps までしか出ないので、恩恵は得づらいでしょう。ご自身の契約されている回線プランは確認しておいた方が良いでしょう。次に、対応周波数帯域ですが、2.4GHz と 5GHz となります。Wi-Fi 5は 5GHz しか対応していませんでした。この 2.4GHz と 5GHz には明確な特徴があります。2.4GHz は壁や天井を貫通し、障害物に強いというメリットを持ちますが、通信速度は遅めで、電波の干渉を受けやすいデメリットがあり、電子レンジや Bluetooth などを使用すると不安定となります。5GHz はこれの逆で、通信速度は速く、干渉も受けづらいですが、障害物に弱いです。Wi-Fi 5は 5GHz しかなかったので、使い分けが可能な Wi-Fi 6はその分優れています。なお、電波の遮蔽具合ですが、このようになっています。金属やコンクリートは干渉が大きく、木材や水槽なんかは干渉が小さいです。家のどの場所にルーターを置くかで電波強度は変わってきます。可能であれば遮蔽物の少ない高い位置に置くと良いでしょう。また、利用する帯域は 5GHz での通信強度に問題がなければ積極的に 5GHz 帯に接続した方が良いでしょう。そういえば Wi-Fi を今でも Wi-Fi と読む人がいるそうですが、シャチパンは大学1年生ぐらいまで丸いをおいおいと言っていました。別に地方から出てきたわけじゃないのに、こんなにイケてないテニスサークルの大学生がいていいのでしょうか。続いてアンテナ数です。よくアンテナ4本で超高速通信という記載をよく見かけますが、このスピードを十分に活かせる呼気はほぼありません。それは大概の呼気がアンテナ2本以下だからです。通信はアンテナ数の少ない方に合わせて通信します。呼気のアンテナが2本ならば、2本同士での通信しか行えず、速度も上がらないのです。また、アンテナの数は電波を飛ばせる方向は増えますので、視覚は減りますが、電波の到達距離には大きく影響しません。アンテナ数の効果が期待できる環境例としては、中継機として用いる場合や、複数の端末を同時接続する場合が挙げられます。親機、中継機、ともにアンテナ数が多ければ、それだけ高速通信が可能ですし、スマホや PC など複数台で一斉通信するような環境ならば、恩恵が得られそうです。アンテナ数は価格に効いてくる部分ですが、多くても悪いことはありません。予算に余裕があるのであれば、アンテナ数の多いものを選ぶのも手かと思います。次にバンドステアリングです。Wi-Fi で使用する 2.4GHz、5GHz のうち適切な方を自動で接続してくれる機能です。一見良さそうに見えるのですが、これは逆に通信が不安定となる意見もあり、自動切り替えは絶対に有効というわけではなさそうです。手動でも切り替えられるのと、ルーターの初期設定も無効となっていることも多いようです。なくても困らないでしょう。続いて、マルチユーザーマイモです。従来は端末1台1台を順次切り替えながら通信していましたが、それがいっぺんに複数台同時通信できるようになったものです。しかし、これには呼気もマルチユーザーマイモに対応している必要があり、最近のスマホや PC ならば対応していることが多いです。また、電波を有効な方向へ集中的に送受信することで、高品質な通信が行えるビームフォーミングという機能もありますが、こちらは大抵のモデルには搭載されています。これらの機能は、また数年後に通信規格が新しくなっているかもしれないことを思うと、現状、対応呼気を複数台所持する見込みがなければ、なくても問題ないかなと個人的には思います。全然関係ない話ですが、シャチパンが幼稚園生の頃誕生日にもらったプレゼントはトランシーバーでした。当時 100m くらいの無線通信を弟とキャッキャ言って楽しみましたが、弟の子供の姪っ子が同じくらいの年で携帯電話持ってました。シャチパンも年を取ったということでしょうか。続いて中継機について解説していきます。回線も速くして最新のルーターを接続しても特定の部屋に電波が届きづらいなと感じることもお住まいによってはあります。例えばこのお住まいでは2階の端の部屋に電波が届きづらいようです。こういった場合は中継機を置きましょう。電波の弱い部屋と親機との中間地点に置くことが望ましいです。選び方としては、可能であれば親機と同じメーカーにし、親機と通信速度を同等以上とすることがおすすめです。同じメーカーでなくても中継機としては使えるのですが、もし通信不良となった場合、サポートセンターへの連絡が一つとなり楽です。通信速度を同等以上とする理由は、親機が速いのに中継機が遅いと通信は遅い速度でしか行えないからです。モデルによって親機にしかならないもの、5機、中継機の機能も併せ持つものなど様々なので、購入する際は注意して選んでみてください。それ以外にはメッシュ Wi-Fi を置くという対策もあります。メッシュ Wi-Fi では親機のメインルーターとサテライトルーターを複数設置します。普通の中継機は電波を中継して電波の届く範囲を広げるだけで処理はメインルーターが行いますが、サテライトルーターはそれぞれがメインルーターと同じ働きをします。つまり接続端末が多い混雑時にメインルーターの負荷を避けられ、高速化が見込めます。またメッシュ Wi-Fi は電波の強度をもとに自動的に接続先が切り替わるため、例えば部屋の移動で接続先を手動切り替えする必要がありません。これだけ見るとメリットだらけに見えますが、欠点もあります。それは価格が高めなことと、電波を各サテライトルーターに分けて送るため、メインルーターの処理が混雑していない場合は速度がわずかに落ちることです。一人暮らしや接続端末が少ない場合はメッシュ Wi-Fi は不向きです。それからメッシュ Wi-Fi は基本設定が自動で行われるので初心者には優しいですが、自分でネットワークを細かく設定したい方にも向きません。なおメッシュ Wi-Fi の規格は各メーカー独自の規格を使っていたため、親機とサテライトルーターが同メーカーである必要がありました。しかし無線 LAN 規格の標準化に取り組んでいる業界団体である Wi-Fi アライアンスは2020年、メーカー問わず利用できるメッシュ Wi-Fi 規格として Wi-Fi Easy Mesh を策定しました。この規格に準拠した機器ならメーカーの組み合わせを問わずメッシュ Wi-Fi 環境を構築できます。この規格は現在バッファローが2019年以降に発売したモデルに対して2021年6月よりソフトウェアアップデートによる Wi-Fi Easy Mesh の対応を順次実施しています。この対応により今後は統一化されていく流れになるのではと思います。さて、ここまで解説してきまして、ルーターはその単体性能に目が行きがちですが、使用環境もなかなか無視できない部分があります。これらを考慮し、総合的に選ぶのが良いです。おすすめメーカーは特にありませんが、強いて言うならば、通信関係は疎く、とりあえず早くなりさえすればいいという方は国内大手のバッファローや NEC が良いのではと思います。理由は国内メーカーなのでサポートが外資メーカーよりは手厚いこと、ユーザーが多いので通信不良となった時に原因が特定できる可能性が高いからです。もちろんある程度自分で何とかできる方でしたら外資メーカーも含めどこでも良いかと思います。なお、最近の口コミですと、バッファローはユーザーが多いためか、通信不良の口コミが多く、ソフトウェアアップデートによる対応が多い印象はありました。さて、まだご紹介できていない項目もあるかと思いますが、ルーター選びについてざっと解説しました。ルーターは予備知識が必要で選ぶのが難しいですが、なるべく必要な情報をまとめましたので、皆さんの参考になれば嬉しいです。それから、最近のルーターをお持ちの方で、ご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。さて、今回の動画はこれで終わりです。本動画が参考になったっていう方、もしくは、丸いだけではなく、プーマも先日までピューマと呼んでいたことが発覚したシャチパンに、さすがに同情したよって思った方は、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。